しいね。すごい。愛して乾杯ということで、はい。お願いします。どうしてタコトさんは日本に来たんですか？私15歳の時ブログだけ持ってたんですよ。でブログ、はい、で写真だけをアップしましたから、そういう周りの人にこの人は人間じゃないって言われていて、そしたらYouTube に動画アップしようかなと思って、それで証拠になるかなって、みんな人間だって分かってくれるかなと思って、でその動画がすごいネットで人気になりまして、特にアジアの方とかで、多分2011年の12月は今の事務所から連絡が来て、日本の事務所だったんですから、なんか日本に来ませんかみたいな、そうモデルになってほしいって言われてて、でずっと何ヶ月かずっとその事務所と連絡取ってて、ちゃんと怪しいとこじゃないって確認してからはい、2012年の4月は初めて日本に来ました。人間ではないと言われてたんですけども、その時は何て言われてたんですか？いや写真だけだったから、お人形とか、人間じゃなくてお人形って言われてて、まあ動画だったら動いてるし、それはちゃんと分かってくれるかなと思ったんですけど、それでも CG とか使ってるんじゃないかっていろいろ聞かれたんですけど、まあそういろいろありましたね。藤子さん、人形っぽく見えます？いや最初の写真見た時ね、これ本当にお人形じゃないのっていうぐらいびっくりしちゃってね、だから会うのが楽しみだったんだけど、お会いしたらもうそれ以上にね、感性豊かでね、オーラがありますね。リアルバービー人形と今大注目の一人、ダコタ・ローズさんです。ほら、いいの？ちゃんと入ってるよ。うわすごい。うわ、よしよしよし。はい、あ、じゃあ私もでもいいですか？はいはい。さあ藤岡さんも大好物というこのね、すごい超美味しいいちご練乳ですけれども、ダコタさんいかがでしょうか？いやめっちゃうまい。てか甘すぎないし、はい、いちご大好きだから、はい、そのなんかなんだろう、なんかとろっとした感じ、なんつんだろうね、とにかく美味しい。美味しい。このね、練乳がコクがあって、中に練乳がこうたっぷりと入ってて、ね、それがまたこう何とも言えないイチゴの味とね、アイスでね満たされる。なるほど、美味しい。